クローフット氷河2012年8月の撮影トークから見たクローフット氷河。写真左側に白く見えるのがそれ。なお、中央の山はアルバータ州のクローフット山。クローフット氷河とは北アメリカ大陸の北西部に存在する氷河の一つである。なお、この氷河も含めて周辺地域はバンフ国立公園に指定されている。クローフット氷河は おおよそ北緯51度38分03秒、整形116度26分04秒付近に位置しており、ここはカナダのアルバータ州に属する。また、この場所はレイクルイーズの町の北西約3 2トルほどのところであり、この氷河はレイクルイーズの町とジャスパーの町とを結ぶアルバータ州の高速道路93号線のアイスフィールド高速道路からも見ることができた。 2012年現在のクローフット氷河は、クローフット山の北東斜面を流れ降っているだけの氷河に過ぎないが、かつてはワプタ表現につながっていて、そこから流れ出す氷河であった。ワプタ表現も含めて、カナディアンロッキーに存在する氷河や表現は、縮小傾向にあるわけだが、ワプタ表現が縮小して、このクローフット氷河は、表現から分離してしまったのである。さらに、 縮小傾向にあるのは、クローフット氷河についても言えることで、1850年頃に商氷期が終わってから後、この氷河は交代していっている。また、この氷河の名称、クローフットの由来ともなった、かつてこの氷河の命名を行った時には、存在していた氷河の形状も、現在では誘拐してしまって、完全に失われてしまった。さらに、1980年代には、 約5平方キロメートルあった。この氷河の面積も2006年現在では約1.5平方キロメートルにまで縮小してしまっていた。クローフット氷河は北アメリカ大陸の大陸分水海の近くに存在する氷河の一つである。そしてこの氷河は大陸分水海の東側に位置していて、この氷河の末端部で誘拐した水は棒川へと流れ込んでいる。この棒川へと流れ込んだ。 誘拐水は、その後いくつもの川や湖を経由して、最終的に、ネルソン川から北極海の一部であるハドソン湾へと注いでいる。英語のクローフットには、次のような意味がある。生物名の馬の足型、狐のボタン、目尻のシワ、釣り作装置、鉄瓶なお、英語版には、いずれの意味でこの命名を行ったのかは、明記されていないため、 具体的にどのような形状であったのかは不明。また、クローがそのままカラスを意味するという未確認情報もあってよくわからない。現在の日本語版のこの部分はクローフット氷河の形状が変化してしまったと解釈するにとどめていただきたい。ありがとうございます。